それからやってなかったね、ショールーム。ショールームやってなかったね、それから。そうそうそう、そうです、そうです、やってなかったですね。ごめんなさいね、遅くなっちゃって。ショールームやるのかわいいかわいい、ありがとう。今日もかわいい、ありがとうございます。そうそうそう、青がね、かっこよかった、本当に。あ、8日か。全然15日じゃなかった。8日だ。そう、8日の青がに、そう、ね、出させていただくことになります。くま、ありがとう。くまありがとうございます。ありがとう、いつも。ありがとうございます。今日、白飛び少ない、本当に。本当だね。なんでだろう。あ、お疲れ、ありがとう。おつおつおつ、なんだったっけな何やったっけ、青が8日の。そう、でもね、あれだね、ポジ前初日にやったポジションとまたね、別の場所ですごい楽しかったですね。うん、あ、服白いから、ちょっとこれリボンもついていてめっちゃ可愛いんですよ。かわ、あ、そう、滑り台と、そうだ、約束用が新披露でしたね。みんな見てくれたかな、約束用と滑り台が初でしたね。ちょっと髪の毛ポニーテールしてからめちゃめちゃ時間経ってて、やばい。あありがとう何それ、アイスのクマ、ありがとうございます。ここにいる、ありがとう、ありあり、かわいい、ありがとうございます。ごめん、いつもありがとう、ありがとう。いや、でもスクランブルでも全然、あのね、青側いつももうずっとやってるから本当にすぐ覚えれたし楽しかったですね。でも緊張もすごいしてたけど、やっぱ楽しかったし、呼んでもらえてよかったなって思いますね。また出たいです。かわいい、ありがとう、いっぱい、かわいい、こんばんは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 。まあでもほんと出れてよかった、ずっと出たかったんだよね、青が。なんや何その三角、めっちゃ笑顔やった、ほんと。翌日筋肉痛、そうなの、めっちゃ筋肉痛だったよ。足、そう、足がめちゃめちゃ筋肉痛でした。なんか全然動いてないんだなと思って、うん、でも今日1万歩歩いたらしいんで、最近万歩計、万歩計っていうのは、あのスマホでなんか測れるやつがあるから、それを使って最近測ってるんですけど、今日1万歩歩いたらしいです。うん嬉しい。体は余裕でしたね。今日めちゃめちゃ暑かった、すごい暑かった。眉毛どうした今日は眉毛がちょっとどうしたか。今日いつもと化粧が全然違うんでね。うん、なんで姫田の部屋行ったのバレてんの姫田モバメで送った姫田のお家行ったんですよ。アイドルデイズ歩数測って、嘘、アイドルデイズ7のアイドルデイズね、なんや、3日で記憶忘れちゃうんですよ3日で記憶忘れちゃうから、なんや、うん、そうそう、今日姫たんのお家にお邪魔しましてですね、スプラトゥーンを一緒にやってたんですよ。うん、今日はスタミナつけるためにステーキ食べに行ったらいいですね。ナナもステーキ食べたいな、なんか
焼肉が食べたい焼肉食べたい。そうそうそう、俺もずっとコンシェルジュはなやさんのみ。ありがとう、やったね、可愛くなったね、ありがとう、やったね。今日はちょっとお腹いかいてるし、いいな。でもなの今日姫たんとあれだよ、海鮮丼食べました、マグロ食べました。めちゃめちゃねえ、めちゃめちゃ美味しかったです。うん、久しぶりに食べた、なんか白米を久しぶりに食べた気がする。ここ3日間ぐらいお米食べてなかった気がする。いいな、いいでしょう、いいね、いいねいいね。そう、めちゃめちゃ美味しかった。なんかそこのマグロも美味しかったんですけど、ネギトロがすごく美味しくて、そうそう、ネギトロの美味しさにね再び気づいてしまいました。こんばんは、こんばんは。やっぱネギトロって美味しいですね。うん、ショートにしたのかと。今日はポニーテールでございます。今日朝髪の毛やるのがめんどくさくて暑いとかじゃなくて、もう髪の毛をセットするのがめんどくさくてですね、やらないんですよ。そうそうそう、ポニーテールね、お顔が全部出ちゃうからあんま好きじゃないですけど。ひじきご飯はね、ひじきご飯のふりかけを買ってなくて作れないんですよね。うん、そう、ひじきご飯のふりかけ買いに行かないとなーって思ってたんですけど、買いに行くのがめんどくさくてめんどくさいというか買い物に行けてないかな。うん、買い物に行けてないです。涙袋の主張激しい、本当に。涙袋はいつもと変わんないんだけど、あれじゃない、ショールームの影じゃない、ほら近づいたらそんなことなくない絶対ショールームの影でしょ。ショールームね、あの影のメリハリがすごいからさ、どうしたら消えるんだろうね、近づいたら消えてくれるの、なんでや、なんでこうなっちゃうんだろう、キモいね。どっかで帰れないかな。意味なかったちょっと光を落としたんだけど、そう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 、美白モードの障害なんですよね、これがあるから美白モードは女優ライトね、買わないとなって思ってるんですけど、買わないとなって思ってるんですけどね、買う機会がないですね、まだ早くね買えばいいんですけど。あ、マシになったくね、涙袋。違うんだよ、お姉ちゃんかわいい、かわいいキュンです。レフ版まず本格的すぎないか、それ。カメラマンさんとかが使ってるやつっしょ。前髪の巻きが取れてきたよ。やばい、本当に涙袋はこんなんじゃないんだ、なのの。ショールームのせいなんだ。まあまあいいだろういいですよ、変でも。まあ実際あって、あーそんなないじゃんって思ったらね、いいし。まあ会いに来てくださいよ一番大事な会いに来てくださいよの部分で声が変になっちゃった。
まあまあ実際見に来てね、あ、全然そんなことないやって思ってくださいよ。ハートいっぱいありがとう、バラありがとう。こんばんは、こんばんは。かわいいクマ。今日は猫をね、猫を見に行ってましたね。ひまわりありがとう、ひまわり。そうだね、今はあれだもんな、会える機会がないですもんね。しょうがないしょうがない、まあ、会えるようになったら見に来てくださいな。そう、猫見に行ったんですよ。猫見に行って可愛い、やっぱ猫飼いたいなと思いました。飼いたいけどずっとお部屋をきれいにしていないといけないのは無理なので諦めます。そう、ナナはねすぐね床に物を置いちゃうし、あとねコンセントとか結構もうね出しっぱなしだからダメ買えない絶対。誰か買ってほしい、かわいい猫ちゃん。猫飼いたいけど絶対ダメだな、うん、小物が多いしね、飾ってるものとかがすごい多いから、うん、ちょっとダメですね。だからまたなんていうの、なんか猫用のスペース、猫用のお部屋があればいい猫用のお部屋が作れるお家に住めるようになったら買います。多分永遠ないだろうが、うん、なさそうだろうが、猫用のお部屋があれば一緒に住みたいと思います。猫ちゃんハウス。そう、ナナのお部屋ね物多いんですよね、結構。どれぐらいの広さが必要なんだけど、どうなんだろうね猫に。でもまあそんな広くなくていいんじゃない。かわいい、欲しいな、欲しい。ナナは本当にねすぐあのね脱いだ服とかね床に置いちゃうんだよ床に置いちゃったらね猫の毛とかがねいっぱいついちゃうからね絶対ダメだよ、うん、だからまあ我慢しますわ。欲しいけど飼いたい、そう思った飼いにゃんのお家とかってすごいですよね。ね、将来はとても広い広いお家に住みたいですなな。めちゃめちゃ広いお家に一人で住みたい。なや猫派、猫派ですね、ナナは。そう、ちゃんとね具体的な理想があるんですよ、お家に対して。お掃除大変、まあ掃除大変だけどね、うん、大変だね大変だね。なんか懐いてくれる動物がいい。いや一人は全然怖くないですね。100インチのテレビでかすぎない、逆にそれ見えなくないもん真ん中とかしか見えないからさ全然周りが見れなさそう。楽しそうだけどね映画館みたいで。いやでも100インチでかすぎるね。家政婦ね、なんか他人がお家にいるのはあんま好きじゃないな。友達を雇いたいな、それだったら。うん、なんだろうな。ダイヤのショールーム100インチ見ますと、でかすぎ？でかいでかい。
なんだろうな、ナナの理想のお家はカウンターキッチンがいいです。ルームシェアはねダメですね。なんか誰か他人と一緒に住むのが好きじゃなくて、なんかね住んだことはないんですけど、家族ぐらいかな。まあ家族は別として、なんか友達とか泊まりに来るじゃないですか。2日ぐらいが限界なんかやっぱり一人の時間が大好きで、そうダメですね。誰かと一緒にいるのは自分の部屋があればいいんだけど、部屋があってもちょっと厳しいかな。でも、カウンターで、そうカウンターキッチンでめちゃめちゃおしゃれにしたいおしゃれにしたい。ね、そう、わかるでしょ。お一人の時間をね大切にするタイプなので、そうだね、友達とか3日が限界かも。なんかカウンターキッチンがあって、そこの隣になんかあのカウンター用の椅子、高い椅子を並べたい。一人暮らしだけど絶対そこの椅子を使わないんだけど、見た目的にあの椅子を並べたい。あとね、なんかいろいろ理想あったんだけど忘れちゃった。真っ白の部屋がいいな。あの床は大理石がいいです。なんか人工大理石とか加工、なんかフェイクとかでもいいから、ツルツルなやつがいい。タイル冷たいタイルじゃないとね嫌なんですよね。歩けないんだよ。そうフローリングが苦手でね、圧倒的白飛びになっちゃうねナナの家でも今白飛びしてんのにね、寒そうになるけど、そう寒そうになるけどね、なの床がね、床がすごいこだわりあって、あの歩ける床と歩けない床があるんですよ。ね、なんて言うんだろうね、フローリングでも歩けるフローリングと歩けないフローリングがあって、今のお家は歩けるフローリングなんですけど、たまにねダメなフローリングあるんですよね。大理石なんで、壁紙とかだったら紙じゃん、紙が一番ダメだから。そう紙がダメなんですよ。だからあのタイルとかじゃないとダメなんですよねあー、クマありがとう。クマありがとうございます。ありがとう。そう成分補給、コンクリートの打ちっぱなし一番無理一番ダメ。あのね、そっち系の材質が本当にダメなんですよ。なんてザラザラがダメ。フローリングのさ、加工してない木とかだとザラザラじゃん、それがダメなんですよね。ザラザラが本当にダメで、あの家具とかでもダメだから、木の家具あんま使ってない。なんていうの、圧倒的木っていう家具は使ってませんね。つる、表面がツルツルとかじゃないとダメかなめんつゆ飲んだやばい、面白いね、いいコメントですね。ツルツルしてるフローリングだったらいいです、全然。そう、ツルツルしてったら全然歩けるんだけど、あとふかふかもあんま好きじゃないかも。ふかふかのカーペットとか、圧倒的木がねダメなんですよね。全部足つぼにしたら多分なの死んじゃいですね
本当に。なのねマジで昔は全然足つぼとか余裕で歩けてたんですけど、今は多分ダメだと思う。わかんない、大人になったから、うん、大人になったからかわかんないけど、もう今は絶対ダメですね。ログハウスやばいな、やばそう。足つぼはほんと年齢がね増えるたんびにねやばくなっちゃうから。眠い眠くなってきちゃった。最近あの無糖のヨーグルトを初めて食べたんですけど、あの全然話変わるんだけどね、無糖のヨーグルトを初めて食べてめちゃめちゃまずいということに気づいてしまった。やっぱなんか砂糖ってすごいんだなと思った。うん、そうやばい本当に、びっくりしてなんかこの世の食べ物ではない何かかもなって思って、そう多分あの料理とかに使うよとかじゃないと多分食べれない。あれは味がない、味がないってかいらないやばい、もうマイナスに近い、うん、あそうそうそう、なんていうの、他にフルーツとか入れたりするよとかなんだろうけど、やばい、なんかフルーツとかね食べれんからさ、いやもうねびっくりびっくり、本当にめちゃめちゃびっくりした。あこういう感じなんだとか思って、そう間違えて無糖の買っちゃってびっくりした、うん、びっくりびっくり。なんかなんていうの、ゼロカロリーとかそっち系ってなんか無糖とかってめちゃめちゃ苦手なんだなって気づいた。こんばんは、こんばんは。そうびっくりした、蜂蜜美味しそう、うん、びっくりした、マジで無糖、やっぱ世の中の食べ物は砂糖があって美味しいんだろうなと思いましたね。料理とかに使うんだろうね、ルナは料理しないから分かんないや。あー黒糖美味しそう、ありだな、黒糖ありですね。昔のヨーグルトは砂糖かけて、そうなんだ、砂糖なんか持ってないもんな、もう。こんばんは。コーヒーも飲めないですね、ナナ。飲めるようになりたいですけどね、コーヒー。コーヒーね、飲めるようになったら強いと思う。コーヒー飲めるようになりたい。無糖の紅茶も無理、無糖は全部無理ですね。ゼロカロリーのガムシロップなんかあるんですね。目薬を打ちたいと思います。え、ゼロカロリーのガムシロってどういうこと？そんなのガムシロじゃなくない？うん、それはガムシロではない気がするぞ。すごいね、ゼロ、なんか世の中にゼロカロリーが増えすぎて本当にゼロなのかと疑ってしまう。そういう商品あるんだ、すごいね、ゼロカロリーを作り出す方々は天才だと思う。糖質ゼロとかね、なんかこれからちょっと糖質ゼロとかゼロカロリーに
カロリーのものを挑戦して食べて美味しいものがあったら紹介したいと思います。ナナはゼロカロリー糖質ゼロとかは絶対に美味しいものはないと断言します断言するからこれからちょっと買ってみて。寒天とかもなのあんま美味しいと思わんかったんよ。そうだからそういうのをちょっとずつ食べてみて美味しいものがあったらおすすめしたいと思います多分ないと思う。なのは多分なのはないと思う。絶対に美味しいものはね、美味しいものはカロリーが高い。そうなんだよ。美味しいものは砂糖がたくさん入ってる。ゼロコーラ、あーコーラがねもともと飲めんのですよ。ナナはご飯を食べるのが大好きなのでゼロカロリーにはちょっと厳しいですねゼロカロリー系とか糖質オフ系はあまり好まなさそう。うまいものは何でかと糖でできてる。ああ聞いたことあるかも、あるかもあるかも。でもナナお水は飲めるようになりましたねお水はあれもなんていうの、糖質も全てカロリーもゼロなんで、うん、そうそうそう。こんばんはこんばんは。食べるの好きか、こう食べれないもの多い。食べれないもの多いかな、なな。そんな多くない気がする。食べれないっていうか、あの本当に嫌だっていう食べ物は多分ないんですよ、ナナ。わかんない、あるかな、何が嫌だろう。なんかなんていうの、食わず嫌いが多いかも。多分イナゴとかは食べれない、一生あっても。イナゴとかエスカルゴとか食べれんかも、ナナ。でもなんていうの、なんだろうね、苦手が多いかも。食べれないより苦手が多いかもな。パセリはねえあんま食べた記憶ないかも。いくら大好きよん。サヤデのエスカルゴね食べたことないですよね。食わず嫌いでちょっと一度も手を出したことがないのと、友達が誰も頼んでないから食べる機会がないですね。ね、イナゴといえばさあやナナもそう思う。あウニ、ウニはねあのね一度お寿司屋さんで食べたことあるんですけど、多分そこのお寿司屋さんがなんていうの、北海道とかで食べたら多分食べれるのかなと思う。かわいい、ありがとう。かわいい、いっぱいありがとうございます。魚介類はね食べれるんだけど、なんだろうな、食べたことないのが多いかもな。生牡蠣とか案外食べたことない気がする。そうね、ウニがすごい当たり外れ多いって言いますよね。なんか本場ちゃんとしたところの食べたらウニは食べれるようになるみたいな聞きます。ホヤは知らん。甘エビ好き。それなのも甘エビがね2番目に好き。お寿司屋さんに行ったら甘エビとマグロだけルーティンします。ルーティン、ループ、ループします。マグロに甘エビ2頼んで食べ終わったらマグロ1甘エビ2とかっていうすごい偏った食べ方をしてしまいます。野菜全般 OK ですね。トマトとかゴーヤも食べれるで食べれる。あんま食べた記憶ないけど、納豆苦手だけど、あえて食べろって言われたら食べれるもんね。しいたけは苦手だったけど食べれるようになった。縁側は食べたことない。うなぎは食べた記憶がない。
サーモンも、サーモンはダメだ。あ、本当だな、サーモンは食べろって言われても食べれないわ。サーモンダメなんですよ、ナナ。なんかあの、なんかダメだ。サーモン一回口に入れたことあるんですけど、ダメでしたね。なんていうの、トロ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 すぎて、なんな、何かがダメだった。あ、ダメだと思った。鮭は好き。お寿司屋さんの茶碗蒸し、それなのも茶碗蒸し絶対食べる。食べます、食べます。油がダメなのかな、何なんだろうな。かわいい、ありがとう。なんかね、プニムニムニってしたのがあんま好きじゃなかった気がする。サーモンが苦手な人初めて。本当に？でも何の周りもサーモン好きな人がすごい多いかもしれない。うん、珍しいのかもね。こんばんは、こんばんは。でもお寿司は好きだよ。お寿司大好きです。お寿司は結構ね、食べ物の好物の上位に入ってくる。そう、甘エビとか大好き。甘エビ好き。甘エビもムニなのにね。なんで食べれるんだろうね。眠い。悩んひたすら卵、それは偏見だよ。卵は食べない時の方が多いかも。たまに食べるけど食べない時の方が多い。回転寿司のケーキ、ああ、いつものアイス頼んじゃうな。アイス頼んじゃいます。ケーキあんま食べないな。ネットだけ食べて。偏見すぎない？みんなめちゃめちゃ食べるんだが。ナナ、なんならご飯も、ご飯が美味しいまである。ナナ、アボカドと認知して食べたことないんですよね。コーンは子供の時好きだったよ。あー、でも回転寿司サイドメニューすごい美味しいですよね。なんかたまにラーメン食べてる人とかいる。ラーメン、ラーメンかと思っちゃう。美味しい。でも美味しいんだろうね、お寿司屋さんのお味噌汁。なんで、うどんとかめちゃめちゃ安いんでしょ。ナナは食べないけど。カニ味噌ダメだったな、多分。多分ダメだ。案外探したらダメなやつ多いな。マグロのフライとかあるんだ。あんま食べたことないかも。生の方が好きだな、マグロは。なんだっけな、あー、タコはあんま好きじゃないな、ナナ。フグ、フグ食べたことないかもしれない。なんかフグのお刺身一回死ぬまでに食べてみたい。イカもあんま好きじゃないですね。ミートボール大好き。好き。好きすぎる、ミートボールは。ミートボールマジで昔ね、お母さんがお弁当とかに入れてくれてたから、冷蔵庫にあのミートボールの袋のやつがあったんですけど、あれをあの食べるのが好きでした。お母さんがお弁当用に買ってるのに、お腹が空いた時に温めてミートボールだけで食べるっていう。めちゃめちゃ好き、ミートボール。お弁当に入ってたらテンション上がる第1位か2位ぐらい。
何が好き逆にみんなお弁当。え、なんか結構ミートボール上位だったんだけど、ミートボールとかあとチーズ系、チーズフライとかそっち系がねすごい嬉しかった。ね、ソースが美味しいミートボールの。あ、チーズちくわもあった気がする。あったあったあった。あ、卵焼き1位かもなの。あ、本当だ。なの卵焼きが多分1位かな。うん、あ、卵焼きが1位で2位がミートボールで3位があの餅チーズみたいなやつが好きでした。あ、タコさんウインナーわかるな。ハンバーグも美味しいよね久しぶりに食べたいなお弁当。もう大人になるとお弁当なんか食べる機会ないですからね。ねえ、ちゃんと食べとけばよかったな。卵焼きは甘い派。甘い派なのは、甘い派かチーズとか入ってたりネギとか入ってたら好き。なのあんまネギ好きじゃないんですけど、卵焼きのネギはねなんか美味しかった。母が作ってくれてたやつ。自分で作る選択肢はゼロやねん圧倒的ゼロ。何があるだろうな他に。なんか何が好きだろうな。何だろう、何が入ってたんだろう、思い出せない。何だろうな、もうだって2年前とかだもんね。何だろう、なんかスパゲッティとかは入ってた気がするんだけど、何だろうな。ウィンナーは入ってた。あのナナのお弁当に入ってるウィンナーは皮なしのなんかウィニーみたいなウィンナーなんですよ。それがすごい美味しくて、皮なしのやつが好きです。だからウィンナーは。あ、春巻きとか入ってた。あ、ちあ、ほんとだ小さいグラタンめちゃめちゃ好きだった。うわ、それが2位かもなの。あ、2位だ。うわ、懐かしい。なの、ちっちゃいグラタンめっちゃ好きだった。高確率で入れてくれてたんですよ。うわー懐かしい。わ、グラタンだ。1位卵焼き、2位グラタン。グラタンだなの。グラタンめちゃめちゃ好きで、あの占い書いてるやつね、食べたら。そう、いやー、懐かしい。あのグラタンのさ、なんかこんなカップに入っててグラタン全部食べたらなんか占い書いてるんですよ。あなたの今日の丸々は星何個みたいな。嬉しいあ、本当だな。グラタンめちゃめちゃ好きだったな。うん、グラタンが好き。しかもそのグラタンにあのエビが乗ってるんですよ。それが好きでしたね。肉団子とかあんま入ってなかった気がする。あ、シューマイとかも入ってたな。なんだろうな、なんだろうな食べたいね。でもまたお弁当箱もねめちゃめちゃ可愛いの使っとったけどさ。あ、クリームコロッケ好きだった。コーンクリームコロッケみたいな、コーンクリームとか好きだった。今ナナが使ってたお弁当ってどうなってんだろうね。多分一生残ってそう。途中まで中学校、高校は中学校の後輩からもらったお弁当、なんていうの、ぐで玉のお弁当箱使ってたんですけど、途中からナナがディズニー行って自分で買ったお弁当箱使ってたんですよ。そうそうそう。いや、多分誰も使ってないんじゃないかな。うん、サンリオのお弁当箱使って、そう、正解、ゆで玉使ってました。でもなんか今さ、そのナナがディズニー行って買った時のお弁当箱がなんかね
3つ小分けのなんか大中小の3つ分かれてるお弁当だってめちゃめちゃ洗うのめんどくさいだろうなってめっちゃ洗うのめんどくさいね今思ったらね。かわいそうなことしちゃった7の新しいお弁当箱これねみたいな感じでねお土産で持って帰ってきたんだけど洗うの絶対めんどくさそうだったな今思ったらねやっぱ一人暮らししたらそういう思考とかも出てくるからよいしょ。スイートはぐでたまのスイート持って行ってました。もともとののぐでたまが一番好きだったんですよ。ぐでたま推しだったけど、剣の形したつまようじそんなのあったな。すごいね。ナナは普通のなんかピックとかだった気がする。いいな食べたいですね。また、まあ、いつか食べる機会があればなと思いますけどね。今学生のみんなはちゃんとお弁当食べましょうね残さず。二段のお弁二段使ってたかな使ってない気がするな。よく覚えてないや。ということで本日の配信も終了したいと思います急だけど見に来てくれてありがとうみんな。終了したいと思います。何時間ぐらいやってるだろう。1時間はやってない気がする。やってるかな。今来たばっか。それはね惜しいな何お疲れお疲れありがとう。新しいギフトだ。43分ぐらいいいですね。いい時間ですね。ということで今日も終了したいと思います。ということで壇上を見ていきたいと思います。お疲れありがとう。お疲れありがとう。13位、12位、11位、10位、9位、8位、7位、6位、5位、4位、ありがとうございます。そして第3位、ありがとう。そして第2位、ありがとう。そしてドゥルルッ1位、ありがとうございます。くまちゃんありがとう。くまだっけ、なんかうさぎに見えるのが。ありがとうありがとうありがとう。ということで本日の配信も終了したいと思います。じゃあねー。バイバーイ。おやすみみんな寝るんだよ。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。じゃあねじゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。